にちは。覚醒の伝道師有馬薫です。このチャンネルでは覚醒して幸せになる方法を分かりやすくお伝えしています。今回の動画では覚醒をしていくシステムっていうかね、仕組みのようなことを分かりやすくお伝えしていきたいと思います。そもそも覚醒って、どんな風に行われていくんですか？こう段階ってあるじゃないですか。で、覚醒の段階はどんな感じになってるのかなっていう、これちょっと例え話をねしながらお話をしていきたいんですけども、私たちが目覚ましをね一つねセットしてると思ってください。皆さんも、使ってらっしゃる方たくさんいると思うんですけど、朝起きる時にね、目覚まし前の夜に、寝る時に明日例えば8時に起きるんだったら8時って目覚ましセットしますよね。それと同じでこの時期に覚醒をしようと一応ね、設定をしてるんです、自分の目覚ましに。でその目覚ましが鳴ったら覚醒をするっていう風にねセットしてるはずなんですよ。一人一人がもちろんその時期っていうのは違いますね。起きる時間が違うのと同じ でその目覚ましに、じゃあ例えば今だったら21年の何月から何月ぐらいですよとか、大きくセットしているんだったら2021年の間に覚醒するようにこの目覚ましをセットしているとしますよね。そしたらいつも私たちが8時に起きるっていうね、その朝の目覚ましですよ、そっちの方だったとしたら、なりますよね。8時になったらリーンとかね、ジリジリジリとかなりますよね。で、朝だな、8時だな。でももし気づかなかったら目覚ましってなり続けますよね。でその種類によっては1分経ったら音が大きくなって、またさらに1分経ったらもっと音が大きくなって、こうどんどんボリュームがね上がっていく、その音が大きくなっていく時計ってあると思うんですけども、それと同じで覚醒する年ですよ。さあもうその時期ですよ。でアラームが鳴るわけですね、ピピピって。でももし私たちがそれに気づかなかったとしたら、時計って大きくなっていくわけじゃないですか。でもこの朝起きる目覚まし時計と違って、その覚醒の目覚まし時計っていうのは音でお知らせしてくれるわけではなく、出来事として教えてくれるんですよ。だから、いや目覚まし鳴らしたんだけど起きなかったからもうちょっと大きい音出しましたっていう風に、なんか少し、ことが大きくなって起こるんですね。それはもちろんちょっとしたトラブルだったりとか、人間関係のことだったり金銭トラブルだったりとかいろいろあると思うんですけども、そうやって何か出来事で私たちにお知らせをしてくれるんですね。でもまたそれに気づかなかったら、ん？おかしいな、まだ気づいてくれないな、このぐらいじゃダメなのかと思って、またもうちょっとね大きい出来事でお知らせをしてくれるんですよ。でこれが気づかなかった場合ね、でまた別のパターンとしては、目覚ましが鳴ってます、あ朝だ8時だで一回止めました、一回ちょっと起きて止めました、あと5分だけ寝たいと、またお布団に潜って寝ますよね。でそうすると、目覚ましは一応止めてくれたから気づいてくれたんだと思うけども、ちゃんとその元の設定を切ってないからまた鳴り始めるじゃないですか。でまたそうすると今度止めるでしょ、であと3分とかね。でそれを何回も繰り返してると、時計はどん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 何回も何回も鳴り続ける。この覚醒も一緒で、分かった、覚醒する時期をね分かりましたと。でちょっと待って、今はまだ、あともうちょっとしてからじゃあそれやりますよって一応分かったけど待ってねって置いといたら、また鳴るんですよ。また出来事が起こるわけです。お知らせして分かったんじゃないんですか、分かったと思ったけど分かってないようなので、覚醒してないようなので、
またあの覚醒のお知らせしますよっていう、ね、そういう出来事が起こります。でまたこれを繰り返してるんですね。結構これ繰り返してる方が多いんじゃないかと思うんですよ。でもう一つのパターンとしては、寝る待ちが鳴りました、あ8時ですね、はい起きますって切って、後ろの元のスイッチね、設定のところももう切ってしまう。だから目覚ましもう鳴らなくても、私はちゃんと起きましたから大丈夫ですよ、もう鳴らなくていいですよって言ったら、目覚ましはあこの人はちゃんと起きたんだ、もう自分がアラームを鳴らす必要はないねって、時計はもう鳴らさないですよね。で覚醒も、覚醒をその人がちゃんとしましたからっていうのが分かったら、もう必要ないからそのお知らせは来ないんですね。なんか覚醒をしなさいよっていうような出来事が起こらないんですね。でもずっと何かが起こっている、何か覚醒をしなさいよっていうような、お知らせがずっと来てるってことは、まだ覚醒をしてないから、早くしなさいよとか、もうあなたが設定したその時が来ましたよというふうに教えてくれてます。でそれをもし、しないで放っておいたら、やっぱりあの覚醒するまではそれは続きますね。でもこのね、覚醒ってじゃあ一回終わりましたから、じゃあもう二度とその覚醒しなさいっていうお知らせが来ないかっていうと、そうでもないです。覚醒っていうのはやっぱり人によっても違いますけど、何回も何回もやっぱりやってくるものなので、今回のじゃあ覚醒は終わりましたね、でもまた私たちは次の覚醒の設定をしてるんです。目覚ましをちゃんとかけてるんですよ。でその時期に来たらちゃんとお知らせをしてくれます。あなたこの期間に覚醒をするというふうにアラームセットしましたよね、今がその時です、だからお知らせに来ましたよと、なんか起こるわけですよ。でそれ忘れちゃってる人もいますよね。あの目覚ましをかけたけど忘れてる、だからお知らせをしてくれてるんですよ。でそこに気づいて、また目覚ましを止めて覚醒をして元のスイッチを切ったらもう起こらない。でこれを私たちの人生の中って何回も繰り返していってるんです。で気づかなかったら気づくまで、一回止めて分かったそのうちねっていう方はもうすぐに、そして覚醒をして次のまた覚醒のセットをしたら、またその時期になったらやってきますね。あやってきたなって分かる人はおそらくそこで覚醒をするか、ちょっと待ってって言って、あの置いてすぐまたほら早くってせかされるか、うん、どっちかだと思うんですけども、まあ、そういうことをね、あのこの3パターンがあります。で今、いろんな出来事がやってきてるんだよっていう人は、早く目覚めてくださいよ。早くっていうより、あなたが設定したあの時ですよっていうことなんですね。だから早くとかなんとかじゃなくって、目覚ましだって別に8時にセットすれば6時にはならないんですよ。でも自分が8時にセットしてるから8時に目覚ましがなるんですね。で覚醒もあなたが例えば今年なら今年ってセットしてるから今年なるんです。それまでは多分なってなかったですよ。今年にセットしてたら去年とか一昨年とかはその出来事って来てなかったんですね、覚醒を促すようなものって。でも今年に目覚ましセットする方って多いです。ここに集中してるんですね。去年ぐらいからかなりね、セットする人が増えてます。で去年あのたくさん何回も目覚ましなってるけどなかなか起きれなかった方が今年に持ち越してまだなってるよっていう人もいますし、今年にセットしてる人もいます。で一番多いのは今年にセットしてる人なんですね。だからそろそろ目覚ましが鳴り始めてる人で、もうあの目覚めてる人ね、それで起きた人、それからまだ気づかずに 寝てる人もいます。でこれ目覚ましにあのちょっと例えてねお話ししましたけど、鳴ってるっていうことを、まあ、気づいてるかどうかっていうところから、あれって目覚ましの音だったのって
分からなかった、目覚ましじゃないと思ってたみたいなね、そういう人はだいたい目覚ましかけてるのが今年かもしれないなっていう認識で物事を見ていってください。おそらくね、この動画を見てるってことは、それでまだ目覚めてないっていう人は今年に目覚ましをセットしてる人が多いと思うんですね。覚醒をする年って決めてる人、そうするともうなり始めてるんですよ。ほとんどの人がだいたいもう春分間近になるとね、一斉になり始めるんです、今年にセットした人は。で、何かいろんなことが今までと違うこととか覚醒に通ずるようなことが起こり始めてないでしょうか。まあ、これは例えば一つの例なんですけど、今まで、覚醒っていう言葉なんて聞いたこともなかったし、スピリチュアルなんてもう一切興味も何もなかったけど、なんかたまたま動画を見て、覚醒のことを知ったとか、なんか知らないけどそのスピリチュアルに興味を持ち始めたとか、なんかその知り合いからね、誘われてそういう、エネルギーワークだとかワークショップとかセミナーに、行ってみたとか、初めてで、そういう人はおそらくそれが、目覚まし時計です。覚醒の目覚まし時計ね、第1個ので、ここでもちろん覚醒をしてしまえば、目覚まし時計はきちんと止まってるんですけど、これが目覚まし時計だと分からなかった場合はまた鳴るので、次の、音に反応してね、また何かが起こってそこに止めてっていうのをちょっとしばらく繰り返すかもしれません。あ、でだんだん あの音は目覚ましの音だってだんだん分かり始めたら、あ、覚醒 の合図だなって、きちんと分かるようになる。そしたらどんどん覚醒が進んでいくんですよ。システムになっているはずです。で、これが、今年じゃなくて去年だった人はもう終わってるかもしれないし、起きてない人は今年にまだ目覚まし時計がずっと鳴ってる途中の方もいらっしゃると思います。それから2回目3回目の、覚醒っていうのは今年にセットしてる人も多いかもしれません。で、人それぞれのタイミングではあるんですけど、やっぱ目覚ましセットしたら鳴ります。覚醒この時期にしますよっていうアラームですね。それに、気づいて、一応止めてね、覚醒をしていく、ツールですからね。自分がセットしてますからね、あくまでもね。そこに気づけばね、順調に覚醒をしていけると思います。で、皆さんがこれもしかして私目覚まし時計鳴ってましたよっていう気づきがあれば、ぜひ、コメント欄に書いてください。そしたら他の方が見て、あ、私もそれあった、それって覚醒 の設定をしてる目覚ましだったのね、アラームだったのねって、他の方も見てね、参考になると思いますので、では、また次回もね、この覚醒について掘り下げてお話をしていこうと思います。ではまた次回の動画で、お会いしましょう。それではまた。